ヤミ君は先輩がいないと何もできないよね。第一、ガイドが道を間違えるってどういうこと。すみません、すみません。ん？何やってんだ。緊張しやすいんだかなんだか知らないけど、次お客さんを困らせたらクビだよ、クビ。次が最後のチャンスだからね。ツアーまでよく復習しておけよ。はあ、お父さんとお母さんが見てる前でクビになったらもう人生おしまいだよ。なあ、思い詰めてるみてえだけど大丈夫か。え、随分とでかい声で怒られてたからちょっと気になっちまったな。ああ、私が上司に叱られていたのを見ていたんですね。お恥ずかしい限りです。確かガイドとか言ってたな。はい、中華街観光っていうツアーガイドの会社です。私最近上京してガイドになったんですけど、上がり症でいつも失敗してしまうんです。他の新人の子はみんな緊張しないでうまくやれてるのに、私だけすっごく出来が悪くて。いつも先輩がサポートしてくれてたんですけど、今日は病気で来られなくて。一人でガイドしたらそれはもう大惨事でした。それでさっき怒鳴られてたんだな。はい、次失敗したらクビになるかもしれません。そいつは大変だな。大変なのはそれだけじゃありません。実は次の回に私の両親が参加するんです。私の晴れ姿が見たいって飛行機で飛んできて。親にカッコ悪いとこ見せたくねえし、そいつはプレッシャーだな。だから失敗はしたくないんですが、次の案内までもう時間がなくて。先輩のサポートなしじゃ絶対に失敗しちゃう。どうしよう。そいつは困ったな。どうにかなんねえもんかな。お兄さん、いきなりすみません。折り入って頼み事があります。なんだ。次の中華街ツアーの私のサポート役として参加していただけませんか。え、俺なか。無理は承知でお願いできないでしょうか。助けてくれる人が一人いるだけで心強いんです。助けるって言っても俺だって別に中華街に詳しいわけじゃねえし。私がツアーで回る場所をあらかじめ説明します。なので私が緊張で言葉に詰まった時だけ助け船を出していただきたいんです。もうお兄さんしか頼れないんです。どうかお願いできないでしょうか。もちろんお礼もします。仕方ねえな、付き合ってやるよ。お兄さん、初めてお会いしたのに親切にしていただいて本当にありがとうございます。私石田あやみって言います。あやみか、よろしくな。俺は春日だ。春日さんですね。よろしくお願いします。早速ですがツアーで回る場所の解説をしますね。写真を見せながらガイドを再現するので何か疑問があったら聞いてください。おう、わかったぜ。ではよろしくお願いします。はじめにこちらの写真をご覧ください。これが中華街の入り口となる場所です。この立派な門は拝望と呼ばれる中国の伝統的な建築様式の門なんですよ。拝望か、初めて聞いたな。この拝望には赤い竜が守護神として宿っていると言われています。門から中華街が平和であるよう見張っていてくれているんだそうです。赤い竜か、中華街のイメージにぴったりだな。中華街って赤のイメージがありますよね。では次は露店の並ぶ通りをご説明します。ここは中華街の中でも名店が軒を連ねる通りでございます。私たちがツアーで行くのは
青い看板が目印の肉まん屋さんです。そのお店の名物はウルトラ爆盛りスーパー肉まんです。すごい名前だな。なんとその肉まん、とっても大きくてサッカーボールと同じくらいのサイズなんだそうです。ぜひ春日さんも食べてみてください。それでは次に行きます。ついに最後のスポットです。こちらは中華街の食を司る神様と言われているサンラートンの像です。サンラートン？サンラータンの中に入っている豚だからサンラートンなんだそうです。豚はトンとも読みますから。へえ、なんていうかユニークだな。このとっても可愛いサンラートンにはありがたい言い伝えがあるんです。なんとサンラートンの右耳を4回撫でて中華街を出ると、中華街を出た後も美食に巡り会えるそうなんですよ。右耳を4回覚えづらいな。右耳だけちょっと塗装が剥げてるので、それが目印ですかね。よし、これで一通りの説明は終了です。春日さん、大丈夫そうですか？なかなか難しいな。けど、あやみはスラスラ俺に解説できてたじゃねえか。でも本番になると失敗したらどうしようって頭が真っ白になっちゃうんです。でも両親にはしっかりした姿を見せたいので頑張ります。私は準備がありますので、中華街通りの太陽門の前で待ってますね。わかった、じゃあまたな。おう、
失礼しました。ねえ、おい。はい。
おう。あの、どうしよう。え？おう。待って。すみませんでした。ありがとうございます。いいや。ありがとうございます。本日のツアーはありがとうございました。不慣れでお見苦しい点も多々あったかと思います。失礼いたしました。いやいや、中華街回れてめっちゃ楽しかったっす。ありがとうございました。絡んできた男めっちゃ怖かったのに、お姉さん全然ビビってなくてかっこよかった。か弱い乙女なんですごく怖かったんですよ。あ、お姉さん、最後に見た豚ってなんて言うんですっけ？サンラートンです。耳を撫でると美食と巡り合えると言われている中華街の新名物ですよ。そうそう、サンラートン、あいつ可愛かったからストラップとか欲しいなって思ってるんですよ。それでしたら中華街の入り口のお店に売ってるので帰りにぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。お姉さん、今日一日でガイド上手くなりました？え？確かに私、緊張してない。よかったじゃねえか。皆さん、ありがとうございます。では、これにて解散です。ありがとうございます。春日さん、本当にありがとうございました。春日さん、喧嘩お強いんですね。まあ、これしか特技がねえからよ。つか、あやみもあんなでかいやつ相手によく頑張ったじゃねえか。最初はすごく怖かったんです。でも、お客さんを守らなきゃと思ったらちゃんと立ち向かいました。明るくて頼りになってかっこよくて、
お客さんの最高の思い出を作る。そんなガイドさんに憧れてここに来たんです。かっこいいじゃねえか。さっきのあやみはその通りのガイドさんだったぜ。ツアー客も最後は全員楽しんでたし、父ちゃんと母ちゃんも感心してたぞ。本当ですか？よかった。全部春日さんのおかげです。あやみが頑張ったからだろう。いい両親を持ててよかったな。今晩食事するのでたくさん親孝行してきます。あ、そうだ、春日さん、これ受け取ってください。では春日さん、また会いましょう。ふう、俺も帰るか。あの、すみません。ん？いきなり失礼します。私、あやみの母です。あやみの父です。この度はあやみを支えてくださってありがとうございました。いや、大したことはしてないっすよ。あやみはご両親が来るってことですげえ頑張ってました。あの子、おっちょこちょいなんですけど、一生懸命で親孝行な子なんです。私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか、今日来るまではすごく不安で、でも今日のあやみの姿を見てすごく安心したんです。あやみがあんなにたくましくて人を笑顔にできる子だなんて今まで知りませんでした。お父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。可愛い子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で？ちょっとお父さん。ああ、これは失礼。春日君と言ったね。これを。春日さん、これからもあやみをお願いいたしますね。ふう、あやみはいい両親を持ったな。ツアーガイド頑張れよ、あやみ。